皆さんこんにちは私は岡山県立大学情報工学部人間情報工学科学科長の春木です岡山県立大学オープンキャンパスのオンライン学科紹介を開始させていただきます情報工学部はこちらに示しますようにグローバルな視野で高度情報化社会の発展に貢献する技術者の育成を目指しておりますそのため現在情報工学部では情報通信工学科 情報システム工学科、人間情報工学科の3学科から構成されております本日はこのうち人間情報工学科のことについて説明させていただきます人間情報工学科はこちらに示しますように理念としましては人間中心の設計理想の理念に基づきユーザーの特性やニーズに沿ったものサービスを設計できる人材の育成を目指した研究教育を行っていっております 具体的にはまず、えー、情報工学部ですので情報工学すなわち情報の伝送認識処理利用に関わるハードウェアとソフトウェアの技術を研究開発するための学問と定義しましてまず情報工学に関する知識を学んでいくとともにこの情報工学の知識を基盤として人間工学などの関連工学分野の知識を複合的に習得しております。 ではまず情報工学についてはどんなことを学んでいっているのかということについて簡単に説明させていってもらいます。まず一つはソフトウェアに関する講義です。でソフトウェアとはま簡単に言ってしまいますとプログラムプログラミングを学んでそれを用いてソフトウェアの設計ができるようになできるためのま勉強をやっていきましょうということになります。例えばこちらにありますように新言語というプログラム言語を用いた簡単なプログラムの 作成を学んでいって最終的にはソフトウェアの設計ができるようになっていきましょうという形になります科目としてはプログラミング言語やソフトウェア演習それからソフトウェア工学などがこちらに該当することになります一方でコンピューターのソフトウェアではなくハードウェアに関する知識も必要となってきます例えばデスクトップパソコンのマザーボードに使用されているさまざまな電子機器 や電気回路、えー、それから論理回路それから全体的な計算機アーキテクチャという科目を通じて、まあ、これらの構造や仕組みについて学んでいくという形になりますさらに、えー、この、えー、コンピューターを用いた、えー、いろいろな、えー、応,用応用技術についても学んでいくことになります例えば情報の検索提供サービスとしましては えー、皆さんもよく使われていますようにインターネットで検索をしてやりますと検索サーバーがそれを調べて情報を出していくという形になるんですが、まあ、そのための仕組みはどのような形でやっているのかというようなことについて例えば計算機工学入門やまあデータ工学情報ネットワークを通じて学んでいくという形になります。でこれらの情報工学を、えー 基盤として先ほども申しましたように人間工学などの関連工学分野の知識を複合的に習得していくという形になりますではなぜこの情報工学プラス関連工学分野が必要になってくるのか人間情報工学に合わせた一つの例をちょっとだ例を用いて説明したいと思いますこちらはまあ介護ロボットという形で、まあ、簡単に言いますと 介護する人をベッドに連れて行ってベッドに下ろしていくというこういうサポートするロボットを作ってみようというふうに考えています。でこのようなロボットを作ろうとする場合に気をつけないといけないのがやはり人間がけが例えば骨折をししなななないいいいいいよううににてかとと形りますそのためにはまず、まあ、ロボットの作成や制御につきましてはこれまで説明しましたような情報工学の知識というのが必要になってきますがさらに 骨折を防ぐためにはまず骨の構造の知識が必要になりますよという形で人間工学に関する知識それから骨の強さとか変形に関する合成の知識というのも知っておかないといけないという形でこちらは機器成形工学学とといいう科目のところで学んでんくさらにロボットによって人にどのように力が加わっているのかというのを分かるようになるためには材料力学の知識が必要になってくるという形でなってきます。 このようなことから介護ロボットを作るという点で考えてみましても情報工学だけではなく関連工学問や人間情報工学科では主に人間工学に関する知識を、まあ、よく知っておくことが必要になるというわけであります。でこのため人間情報工学科ではこの研究領域としまして先ほど示しましたような情報系のエンジニアリングそれから人間のことについて学ぶ人間系のサイエンスこちらはあの 人間のことを学ぶといっても生物的な方ではなくて工学的な面で見た人間に関する知識例えば骨がどのように先ほど示しましたように骨がどのようについているのかこのようなことを学んでいきましょうという形になりますでさらにこの人間系と情報系を結びつけて人間と機械のエンジニアリングというのを学んでいくということが必要になってきます このために現在人間情報工学の授業科目としてはこのような構成でカリキュラムが組まれております。まず情報工学に関する基礎というものをこれは三学科共通ではありますが学んでいきます。それから学,部学科の専門科目としてまず工学の基礎とか情報工学の応用の分野ですねこちらの方の話を学んでいくとと,ともにそれから人間に関する知識 科目群としてはこの生体機能工学のところで人体の構造や機能医療工学などを学んでいくという形になります。それから人間と機械を結びつける科目群として機器設計科学というのが設けられておりセンサー工学やメカトロニクスこのような科目を学んでいくという形になります。で全体を通じて実験実習をまあも行っていきますのでこちらに通じて実際にいろんな知識を、えー、実感して 実用化のために必要な、えー、実際の体験というものを、えー、実験や体験などもやっていくという形になっています。それでは、えー、いくつかの科目については簡単に説明をちょっとしてみたいと思います。まず、えー、人体の構造と機能という、えー、科目につきましてはこれはやはり、まあ、人間に、えー、ついて知ることが必要ですよという形で例えば人の体はどのような作りでまたどのような仕組みで成り立っているのかについて学べるという科目になります。 同じように、今度はじゃあ、えー、キネシオロジーという、まあ、科目があるんですが、こちらは動きの解剖生理学という科目に今なりまして、例えば1、えー、つの例えなんですが、に、ま、匂、あ、いを嗅ぐという動作をした場合、このように立ったまま嗅いだ場合と、えー、結構、かがんでに匂い,、えーい,えー、いを嗅いだ場合というのを考えています。この場合、体が負担が多いのはもう直感的に見てもこちらの方、かがんだ方の状態にまなるということになりますが、じゃあ、なぜこちらの方が負担が大きいのか。この、えー 原因を、まあ、例えば動作をベクトルに分析したり重心の位置や床面との関係に着目して勉強していきましょうというのがこちらの科目ということになります。また人間情報工学実験では人間の特性を数値化することですねをするために人体の機能や人間の動作行動を数値,する数値化するための方法やその数値解析を学んでいくということをやっていっております。 さらに人間にの構造を生かした機械の設計をするためには設計に関する知識というのが必要になってきますのでその設計、製図、演習という科目を通じて例えば 3,、D、3次元 CAD によるモデリングや強度計算などを行っていっているという形になります。 でこれらの授業につきましては主に1年生から3年生までで学んできましてではじゃあ4年生では一般的に言うところの卒業研究を行ってくるつまり研究活動を行うということになります。で現在人間情報工学科ではここに示しますように3つの講座に関する研究と指導というのを行っていっております。一つは情報系のエンジニアリングの内容を主に扱っておりますインテリジェントシステム。 2つ目が人間系のサイエンスに関する教育研究領域に関するスポーツヒューマンダイナミクスそれから人間と機械のエンジニアリングに関する人間支援工学の講座から構成されております。具体的な研究例としては例えばインテリジェンスシステムの方につきましては新ストレス軽減を支援するバーチャルリアリティの技術開発を行っていっております。スポーツヒューマンダイナミクスになりますとこちらの方では 身体運動の分析という形で、まあモーションキャプチャーという形でよく言われています。人の体の動きを測定して、それを数値化、データベース化していこうということをやっていっています。人間支援工学のところにつきましては、まあ、えー、人間を支援する、まあ例えば機械の開発という形で、こちらのようなあのベビーカーの振動解析、まあ幼児が乗ったときに、えー 幼児があの振動で不快に思わないようなベビーカーはどのようにしたら実現させることができるのかこのような研究やそれから人体と衣服のモデル化という形で、まあ、人が、えー、熱的な環境で快適な、えー、快適な環境にするにはどのような服どのような、えー、構造、えー、形の、まあ、服や、えー、仕組みをもも設けていかないといけないのか、まあ、このような研究を行っているという形になります。 もう少し細かく見てみますとまず生体情報や行動情報を数値化データベース化するために例えば生態情報に基づく感情推定定技術に関すする研究や測定といいうのを行っています例えば脈拍や筋電位の測定それから網膜目の動きの観察というのを行っているという形になります。 行動に関して言えば先ほど言いましたようのモーションキャプチャーによる人の動きの解析やそれから人の位置情報に片付く身体負担推定技術に関すする研究なども行っていますこちらはサッカーの試合中のサッカーの選手がどのように試合中動いているのかというのを実際にセンサーをつけて測定し、まあ、数値化データベース化しているという形になります。 また人に役立つ機械という形で例えば先ほどの介護支援ロボットなんかを作ろうという時に必要になってきますのはまず人の構造がどうなのかという形で人が実は筋肉なんかを動かす時には筋電位というものが発生するんですがその筋電位を測定してじゃあその電気信号がどのような状態になっているのかというのを具体的に測定してみましょうでそちらを用いて 筋肉からの電気信号をもとにモーターを駆動する人により人により近づけたロボットの解析をやっていきましょうロボットの開発実験をやっていきましょうということを行っていっておりますまたそれに基づいてロボットの試作なんかも行っているということになりますさらに先ほどのベイーカーの 人間支援工学に関する研究は、えー、こちらはベビーカーだけではなく自動車や自転車車椅子などのいろいろな飲み、えー、乗り物の,あの,振,動の乗り振動に関する乗り心地向上に関する研究につながっていくという形になります。えー、と以上がまあ人間情報工学科で、まあ、4年間で勉強研究し卒業していくという形になりますが現在、えー、情報工学部をまあ卒業してやりますと、えー、それぞれこのような 内容の仕事にに就くという形になっておりますで特に人間情報工学では情報通信業とともには製造業、まあ、観光庁に進学する形になっております。で具体的な企業名は大学案内もしお持ちであればその24ページに掲載しておりますのでそちらの方を確認してみてください。それでは、えー 私の方からの人間情報工学科に関する学科紹介の方は、以上で終わりたいと思います。それでは1年後になるか2年後になるか分かりませんが、ぜひ岡山県立大学でお会いできることを楽しみにしております。え以上、えー、ご視聴ありがとうございました。